どうも皆さんこんばんは、北野誠です。今年もやってまいりました、北野誠の茶屋町怪談2021夏でございます。2015年からスタートして、いよいよ今年で今回で7回目ということでございまして、去年に続きまして有料ライブ配信でお送りしております。でなんとですね、この茶屋町怪談も YouTube の再生回数が多いからでしょうか、調子に乗りまして T シャツとかステッカーまで作ってしまいました。まだかなり余っております。僕は一応反対したんです。もう調子に乗らん方がええよとね、言ってるんですけども、もうなんかちょっと毎日放送もいやいいコンテンツがないのでなんとかっていうことで、はい、まあ、あの T シャツとかステッカー作るのはまだ YouTube じゃなくて、なんていうんですかね、ラジオ局のなんとか巨人みたいなもんですね。なんや言うたら T シャツとステッカー作ってしまうというのはMBS ヤングタウンの頃から全く一つも進化してないというのはすごいなと思っておりますけどもね。さて、今日もですね、2時間、ぐらいですかね、会談をいろいろお送りしていきたいと思いますけども、早速出演者の皆さんをご紹介していきたいと思います。まずは、僕の右側になりますが、大阪で会談といいますとこの方、会収集家中山一郎さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ここに来る途中タクシーの運転手からには話を拾いました、中山一郎でございます。ちょっと俺みんなに言いたいねんけど、もう楽屋でもちょっと普通の話をやなんでずっと集まったら階段以外の話をしてない。もういきなりタクシーの運転手さんの階段を2話、はい、聞きました。2話聞きました。もう朝引き自撮りのように、でもオチがつきまして運転手さんの、はい、一番怖いのは奥さんやねって言ってました。あ、なるほど。いかにもなんか大阪らしいね。はい、ということでございまして、そしてお隣が、まあ、この人がいればいろんな意味でも安心やと思いますけども、京都蓮宮寺の怪談住職三木大雲さんです。どうぞよろしくお願いいたします。大雲です、はい、最近ちょっとね、本も出ましたし、はい、文庫も出ましたし、そしてこちらの方も、はい、ありがとうございます。はい、怪談お師とうとう漫画になりました。漫画になりましたね、はいはい、ぜひぜひお読みください、はい、ちょっと怖いのと感動するのと、はい、元気が出るのと入り混じったような漫画になってますんで、そうなんです、よろしくお願いします。まあ、すっかり最近 YouTuber になっておられます、ね、YouTuber すありがとうございます。もうミキ大雲チャンネルもありますからね。あ、そして忘れた中山さんも本が、私も本が今日出ました。今日発売なんですけども、はい、怪談狩り黒いバスという、はいはい、という本を出させていただき、今日発売なので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、そして僕の向かって、僕の左側になりますが、今年も順調に取り付けられた男、事故物件すいます芸人、松原谷志君です。はい、松原谷志です。よろしくお願いします、谷志君はですね、はい、この間オリックスバファローズの京セラドームで、あ、はい、島田秀平さんとお二人でドームで怪談をやったということで。そうなんですよ、ドームで怪談やって、はい、自分の声が反響しすぎて何喋ってるか分からなくなるっていう、まあ、京セラドームは昔中山さんもやっておられますけどね、はいはい、ドームで怪談って誰が考えた話やったら、あれめっちゃ音回るんで、だからね、この話は、はい、3年前間が取られへん。そうなんでね、取りにくいですよね。心霊写真を、ね、流したら、スタンドの人がピタッて止まって、はい、みんな消えたんかな余計不安になるっていうのが。ところが今日ちょっとツイッター見てたら、谷志君、はい、書き込みがありまして、はい、オリックスバファローズで京セラドームで谷志君と島田秀平さんが怪談イベントやった次の日に、はい、T 岡田が怪我をし、いや、そうなんです、ラベロ骨折、アレルシ選手がコロナに感染という書き込みがツイッターにありました。これあれはこの辺に関してはどう思われますか。いや、これ島田と谷氏のせいじゃないかと本当言われてるんですけど、はい、ただこの T 岡田選手、うん、僕と島田さんが出た日に勝ち越しタイムリー打ってるんですよ。だから本当なんか嫌やなと思って、最後のタイムリーでした。最後のタイムリー言わんといてください。なんか起こる前にはいいことがあるんですね。でドンと落ちるっていう、いや、本当に今調子いいですからね、オリックスバファローズ。そうなんですよ、はい、ねえ本当にね、君と島田秀平君がオリックスバファローズのもう今絶好調を叩き潰し、そんなことはないはずなんですけどね。いや、まあ、だそれはでもね、谷地君と島田秀平君のせいじゃなくて、はい、そのイベントを企画したスタッフのせいなんですよ。事前に調べたんですかね、身体検査したんですかね。なんで調子のいい時に階段やろうとするから。
しっかり検温は5回ぐらいしたんですけど、ね、いや検温の問題じゃない検温の問題じゃないね、はいはい、そして今回は、この2000茶屋町怪談初登場のお二人でございます。まずは怪談図書館主催の怪談プロデューサー桜井館長です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、ということでございまして、桜井館長もね、はい、もう僕とはもう長くやらせていただいて、はい、まあ、中山さんとも定期的にね、はい、イベントっていうか、まあね、配信もやっておりますけども、茶屋町怪談今回は満を持して来てもらいました、はい、よろしくお願いします。そして続きまして俳優であり怪談師の村上ロックさんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。怪談ライブはスリラーナイト歌舞伎町店所属怪談師村上ロックです。よろしくお願いいたします。あのロックさんも今ちょっとあれ自分でチャンネル立ち上げたんですね。そうなんです。実はねついにあの YouTube ってのを始めまして、はいはい、もうぜひね皆さんあのチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、はい、いやもう勝手に上げられてるんでもう自分で上げようと思うんですよねそうなんですよ、もうほっとくとねあれどん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 知らない人が上げてくるのそうなんですよ。僕もこの間東京でね、はい、新橋歩いてラジオ日記行く時にね、あの全然見知らぬ黒服の男の子が寄ってきて、はあ、怪談 YouTuber の方ですよねって言われてこれ多分茶屋町怪談やと思うねあ、そうです、真子さんのサムネですからね。そうだから、はい、知ってますよ、もう分かりますからYouTuber 俺も怪談系 YouTuber やね俺びっくりしたわ、初めて俺 YouTuber として。若い子今他の知らんかったら、昔俺がナイトスクープとかやってて今ラジオや名古屋のラジオとか知らんかったら、うん、これだけ見てたら怪談ばっかり語ってる人になってんすよ。そうですかね。そうなんですよ、びっくりしたわ俺も。いやゾッとしますね本当に。いやいやだからまあそういう時代、それぐらい YouTube 見られてるってことなんですけどね、うん、まあ、村上ロックさんの方も自分でチャンネル立ち上げられましたんでね、はい、そして、今回 MBS、のチャクラこと藤林アナウンサー、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。いやもう藤林さんにもだんだん会議が今近づいてきてますよね、はい、うん、皆さんの影響ですよ絶対。いやこれねちょっと僕今回このね、うん、あのツイッターの方で藤林さんがこの茶屋町怪談の宣伝してる時に、はいはい、途中で藤林さんとスタッフじゃない人の声で、うん、ふーんって2回ぐらいうなずきが入ってましたよね。なんかねそれすごく思い当たる節があって、はい、っていうのもあのこの会社に泊まるという勤務が、泊まり勤務というものが、まあ、泊まり勤務当然ありますよね、あるんですけれども、その仮眠室がここの地下1階にあるんですね、はい、ここのスタジオと同じところ、このちょうど同じところですね、はい、でそこの仮眠室に出るという噂があったんですよ、うん、で正直私も出ると言ってもなと思ってたんですけど、うん、この茶屋町怪談を 2,3 回担当してからちょっと感じるようになりまして、うん、はい、である日夜勤明けだいたい4時半過ぎぐらいに、はい、まあ、エレベーターで11階アナウンサー室があるところに戻るんですけれども、うん、エレベーターが閉まらなくなるという事件が起きまして、それはもうめったにないよね。そんなことそうなんです。って言っても閉まらなかったら、あ、なんかちょっと壊れてるかなって思うじゃないですか。でも当然閉める押しますよね。閉めるを押してちょっと閉まったかなと思った時に誰もいないのにピコーンって言って開くんですよ。ほう、それが何回かあって、うん、もしかして噂のこの幽霊かなって思ったので、うん、大きな声で乗るなら乗ってください、上行きますって言ったんですね、うん、そしたら何度も何度も閉まるを押しててピコンピコンって開いてたのに、それを言った途端ピシッって閉まったんですよ。でまた11階に行って何やろなって思っていろいろ作業してから次9階のラジオフロアに行ったんですね、うん、でその時もなかなか閉まらなくてなんでだって、でもう一回ちょっと下行くんで下降りますよって言ったんですね。そしたらまたピシッてしまったので、うん、B1 戻っときますって言って、私は9階のボタンを押したんですなんでここでまたその不思議な人に戻っときますってなんで喋りかけたいやなんかそうやって言った方がいいんかなと思って、戻ってきますって言って B1 を押したんですね、うん、はい、でそしたら次あの6階に行くときは何もなかったので、うん、はい、私幽霊と会話したのかなって、でその B1 に戻っていったから何も私の身の回りに起こることはなかったんですけど、うん、しっかりと動画にふんふんっていう声が入ってるから、しかもそれ以外ちょっとあのなんか聞いたんですけど、はい、飼ってる犬が急にそれ以来あんまり懐かなくなって、はい、懐かなくなるし、はい、私のあの左腕を噛むんですよ、うん、それは甘噛みじゃなくて本気噛みです。もうでずっと噛んじゃダメよっていうしつけはしてたし、それまで噛まなかったのに、うん、その事件があってから噛むようになって、うん、左手を、うん、しかも
不意にです、うん、じゃれるとかではなくてバカボって、うん、あいた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 いって言ってダメよって言うんですけど、はい、であとなんかよくわからない誰もいないとこで、そう、吠え、犬がずっとその虚空を見つめながら吠えてるんでしょ。吠えます。あのしかも隅っこの方、部屋の、うん、部屋の隅っこの方をわわ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 って言って首をかしげながらわわ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 わって叫ぶんですよ。うん、何やろうってなって、うん、で夫は茶屋町階段がすごく嫌が嫌がってて怖いの嫌だから吠えるようになってから神棚を作りました家に。でもそんな神棚を作ったの誰かにちゃんと正式に作っていただいたんですか。いや違う、神社に行ってで神棚、その神棚買ってきた、買ってきまして、あ、なるほど、でちゃんとあのお札とかも置いて、うんうん、しっかりと毎日旦那はちゃんとお参りして言ってるんですけど、うん、私は効果あるんかなって思いながらはい、はい、そういう日をね、そんなん言ってるうちにこのツイッターに上げる映像 で、 そうなんです、はっきりと女の声がふーんってうなずいてますから、今のところ僕の見立てでは多分ついたままやと思うんですけどね。あれ、いや、ええ感じですよ。だから今日本番始まる前に三木和尚になんかお願いします、いやいやいや払ってもらおうと思ったんですよ。僕はもう止めたんですけどね。いやだってこの生配信やってる間に何かが起きた方がいいに決まってるんで、うん、言うときますけど藤林さん以外のメンバーは何か起きてくれと一心不乱には祈ってますから正直そうなんですかね。いや我々はそんなん同時多発的に同じ体験をできるなんて幸せこの上ないですからそんな、しかも不思議な心霊現象みたいなのがここでもし起きたら、はい、生配信中に変な声が入るとか、例えば、そうですね、これから一番考えられることはみんなが怪談を語るときにどっかのマイクにふーんそうなんだとかいう声が入るのをおいらものすごく期待してるわけです。いや分かりました。僕とか中山さんとかは昔サイキックで階段買った時に本当に女の声が入ったりとかしたことは何とかあるので、うん、ありましたね、ありますので、うんうん、こういうのはものすごく今期待してるんです。分かりました。じゃあその後にちなみにこの放送局の地下って昔は墓場だったですからね。あ、そうなんですか。梅田墓所で、うん、最近発掘でだんだん明らかになってきてこの間ずっとお墓だったっていう、っていうことは昔の人がエレベーターよく分からずに出たり入ったりしてたかもわからないですね。あ、なるほど、うんうん、はい、まあ、一応三木和尚の見立ては今現在見立ては、ね、まずねお話の中で犬が、うん、ワンちゃんが吠えてるっていうのは虚空に向かってね吠えるとか噛むとか、私はね霊って匂いがするんですよ。ほう、うん、あ、言いますね、よく亡くなられた父親の匂いがするとか、はい、ありますあります、あれ来てるんですよ。え、匂い、匂いがで多分こう腕の部分とか気になるところに知らない人の匂いが来てて多分攻撃してるんだと思うんですよね。あ、そういうことなんですか。来ましたね、裏付けが取れました。いやもう確定です、確定ですね。いや藤林さんおかしいんですよ、最近僕とまあ、スピンオフとかでお会いするたびに、うん、谷さんおかしいですっていうのをずっと言ってくるんですけど、うん、その時の目がもう瞳孔開いてるんですよ、ね、開いてないですよ。だから違う人が言ってんちゃうかなって思って、いやそうですね。だからほんまに藤林さんの身に何か我々のこのスタジオに、まあ、ちょうど地下1階でやってますので何かが起こると、はい、本当に僕らはすごい生配信中に何か起こるっていうのはなかなか嬉しいですよね。はい、ということで今日も皆さんそれも期待してもらいつつ、まあ藤林さんがこの生放送中にあらぬ方向に腕が曲がるとかいうのもちょっと期待です。はい、ぼちぼち始めていきたいと思います。北野誠の茶屋町怪談2021夏スタートです。北野誠の茶屋町怪談2021夏、今夜は有料生配信でお送りしています。さあそれでは始めていきたいと思います。まずは松原たねし君からです。はい、よろしくお願いします。まあ、事故物件住んでるとですね、まあ、いろんなものが集まってくるんですけど、まあ、SNS だとかですね、あとまあ、最近は、ね、イベントできてないですけどイベントに来られるお客さんとかがちょっといわくつきのものがあるんで谷さんに預けたいですとか、うん、
あの家まで送りたいですとかいう声がすごいいただくんですけど、うん、まあ、ちょっと話を聞いて厳選して吟味して、あ、それはいただきたいですねっていうのはもらうようにしてるんですね、うん、で今年入ってからあのまず家が届きまして、家が届きましてでなんでくれはんだ、ね、これもそのくれた方が、まあ、不動産をやら不動産をしてたと、うん、で、不動産をやをしてて、まあ、持ち物件の、に住んでた方が、あの、まあ、どうやら亡くなったっていうことなんですけど、うん、でその亡くなった方の親族の方が、まあ、遺品整理の時にその亡くなった方の部屋に亡くなった方のおそらくお母さんであろう方の遺影が飾られてあって、うん、で親族の方が、整理した時になんかちょっとこの遺影だけは持って帰りたくないですって言い出して、うん、で仕方なくそのまあ管理人もやってるこの不動産屋が、引き取ることになって、でそこからですね、みるみる部屋の温度が下がっていくと、自分の事務所の、うん、温度が下がっていくっていうのがあって、うん、あと火災報知器が鳴り止まないっていうのがしょっちゅうあるっていうのがあって、うん、でこれちょっともう置けないなっていうことなんで、うん、谷さん預かってもらえないですかって言って送られてきたりとか、さすがにあの家はちょっと持ってくることはできないんですけれども、他にもですね、番組で共演したあの声優さんでチクタムっていう、声優ユニットを組んでる田村、京香ちゃんっていう、うん、女の子がいるんですけど、で彼女が実家が和歌山 で、うん、で和歌山でその田村京香ちゃんのお兄さんが、お兄さんの奥さんが、美容室をやってると、うん、でそこで、どういう経緯で回ってきたのかわからないんですけれども、なんていうんですか、この練習用のウィッグといいますか、マネキンの首あるじゃないですか、首ありますね、でそのマネキンの首が髪の毛が伸び続けて止まらないっていうと、うん、で日本人形の髪の毛が伸びるっていう話よく聞くじゃないですか、ありますね、フランス人形でも、伸びる髪の毛伸びるのもあったりしますけど、うん、あの練習用のウィッグで髪の毛伸びるって聞いたことない、あんま聞いたことない、あんまりというか聞いたことない、はい、で元々はそのなんていうんですかね、ボブ、顎ぐらいまでの長さのボブだったんですけど、それがもうなんていうか、あのマネキンの首をもう首より長くなってると、うん、でこれそのうちのお兄ちゃんの奥さんが怖がってるから、あんた松原谷さんっていう人となんか番組やってたよね、あの送りつけることできへんかなみたいな話になって送りつけるね、あのよかったらどうですかっていう話をもらったんで、ぜひぜひ欲しいって言って送ってもらったんですけど、その送ってもらう時になんかそのウィッグを荷物に詰めてたら、詰める作業してたら部屋のドアがバーンって閉まったりして、ああやっぱりこれ何かあるんだって言ってすぐに送らなきゃって言って届いたのがこちらなんですけど、ちょっとごめんなさいね、ライドンちょっとガサガサ、ごめんなさい、うん、こちらなんですけど、あら、こういうね、おう、はい、マネキンの首じゃないですか、はい、でも明らか長いんですよね、長いね、うん、でこれ人毛じゃないかなと思って、ほう、あの手触りがなんていうんですかね、その化学繊維っぽくないんですよ、はいはい、でよく見たらなんですけど、あのね白があるんですよ、ほんまや、混じってます、はい、とこれなんだろうなっていうのがちょっとあの皆さんにお見せしたかったという、ちょっともし触ってみます、触るの、これ何でしょう、あのね、たまにあのほら女性の方でがんとか抗がん剤とかで髪の毛が藤林さん抜ける場合とかに、こうやって自分らが長くして髪の毛をこう寄付するっていう、はいはい、なんていうのかな、トリネヘアドレーション、ヘアドレーション、そうそう、そのそのなもありますから、一概にはだからちょっとでも本当に一本白髪がありますね、ほう、でもちょっと今触った感触は、はい、これは科学的なもんじゃなくて、どう見てもすいません、これちょっと待ってください、これはちょっとガチでガチでしょ、これガチで人毛じゃないですか、
谷さん、これ谷さんの手元に届いてから伸び続けてるとか、はい、毛量が増えたなって思いますか？いや、まだその届いて1週間ぐらいしか経ってないので、まあ、ちょっとどれだけ伸びたかは分かんないんだけど、うん、まあ、明らかにその首より長いなっていうのと、うん、髪触りがもう違うんですよね。髪触りは完全に、ちょっとミキさん触れますか、はい、これ私ありがとうございます。これはちょっと触ったらとてもじゃないけど、うん、その練習用に髪の毛切る用のやつではないと思いますけどね。私のお寺にもいくつかあるんですよ、髪の毛の伸びる人形さん、はい、明らかに髪質が違いますね。違いますね。人毛かな、人毛なら伸びる可能性って十分あるんですよ。十分ありますね。逆にで、ただね、このお顔ね、うん、が若干こうなんていうんですかね、目を見開いているというか、うんうん、普通こんなもんなんですかね、お人形さん。私もこういうお人形初めて見るんですけど、まあ、僕家に今このタイプの人形というか首が7つあって首7って言ってるんですけど、はい、まあいろんな目の人形いるんですけど、まあ、ちょっと見開きすぎだなとは思いますね。うん、だいぶなんか見開いてられるような気がしますよね。うん、うん、これがまあだから谷口君はずっとこれを預かって、はい、はい、ここに白がありますよね。うん、前は白が、うん、あ、これ人毛みたいね。人毛でしょう、うん、ちょっとこれは触った感じがそうや、触った感じは人毛ですよね。あ、いいです。僕はね、人毛は詳しくないけど、人工物の髪の毛に関しては詳しいですからね。え、匂いとかはしますか？香り、香りはどうですか？それがちょっと気になるんです。人工物の髪の毛に詳しいがちょっとなんでかなっていう。僕は長年人工物の髪の毛に長く見つめてきた時があったんです。そんな人生のがあるんですか？あります。2週間に一度ナイトスクープの収録で見つけたことがある。もう人毛か人工物か見分ける自信はあります。限られた方。限られた方。まあ、人工物っては限られた方です。、はい、どうなんでしょうかね。だから結局これは谷地君がこれから預かって、そうです、ね、果たしてまだ、まあ、正直これからまだどんどん伸びていくのかどうかっていうことですよね。はいはい、はい、まあ、そういうものを、まあ、お預かりしましたという、はい、まあ、披露でした。披露です、はい、階段というより披露ですね。でした、はい、はい、ということでございまして、どうなんですかね、果たしてほんまにこれから。でもあからさまそうやって、うん、置いた瞬間にそんなに髪の毛が余ってること自体がかなり違和感が おかしいですやっぱり。それはちょっと、まあね、美容系に詳しい方とか美容室の、ね、うん、やっておられる方とか、もしこれ見ておられた書き込みでこうですよっていうのを教えていただければありがたいと思います。うん、さあ続きましては中山一郎さんでございます。はい、まあ、私の場合はもう本当に取材させていただいたお話をさせていただきますけども、これはもう10年ほど前のことだと思いますけども、夜の10時ぐらいに私の書斎に電話がありまして、取るとデザイナーの K 君っていう、で彼に実は仕事で必要なある印刷物の、ね、デザインを彼に頼んでたんですけども、そのまあデザインができたので明日お家の方に伺いますという電話だったんですが、うん、その電話がね、チャ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 ッとものすごい電波障害で何言ってるか分かんない、チャチャでね、あ、チャチャチャデザインがチャチャチャ行きますみたいな、え、何って何回も聞き直して、電波状態悪いんだけど、どっから電話してんのって言ったら、まあ、彼は自分の勤めてる会社からだって言うんですね。で彼の勤めてる会社は新大阪なんですけども、で僕は専門なので、これ何がそんなにじゃ言ってるのかな、ね、じゃとにかく、まあ、趣旨は分かったと、デザインの見本を明日うちに持ってくんねんな、分かったって言って、まあ電話切ったんです。しばらくしてまた K 君から電話があって、やっぱりじゃって言ってんだからね、で実は今から タクシーでとか言ってるんです。ええって言ったら、その明日と言ってたのを変更して、今からタクシー乗って行きますけどいいですかっていう、おう急やな、まあまあいいけど、でね、あっプチッツー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 となったんです。であってなんやろと思いながら、で彼来るんならちょっと今やってる仕事をちょっと終わらそうと思って、で僕はちょっと仕事に没頭したんですよ。で気がついたら1時間ほどかかってまして、
彼の事務所からうちに来るのにタクシーで30分かからないんですよ。でも1時間過ぎてるのに彼まだ来ない。あれどうしたんかなと思いながら、1時間が10分過ぎ、15分過ぎ、あって言ったってことは何かあったんかなと、ちょっと心配になった頃に彼来たんです。1時間半ほどかかってました。でそのまあ彼に中入ってもらったら、もう顔が真っ青で、で口のあたりがプル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 震えてるわけですよ。で、あのこれデザインの見本ですって差し出す手も真っ白でプルプル震えてるんですよね。これ何かあったなと思ったんで聞こうと思ったら、向こうの方からそれでちょっと今あった話なんて聞いてもらえますかって、向こうの方からなんか話を切り出した。何があったのかというと、彼の会社っていうのは8時に消灯するんですって。だから8時からはもう残業はダメ、まあ節電のためらしいんですけども、だからその事務所が真っ暗になって誰もいなくなるんですけども、彼は僕からの仕事を会社を通さずに自分で受けてたんですよ。いわゆる闇というやつで、うん、でこの仕事をするために彼はみんな帰った後、まあ、どういう手段を作ったか分かんないんですけども、みんな帰った後そーっと事務所の中に入ってそこで仕事をしてた。で当然もう電気消えて真っ暗なんですけども、彼は自分のパソコンのディスプレイと、から背後に実はエレベーターがあるんですね。このエレベーターっていうのはこのフロア全部がそのデザイン会社が貸し切ってるので廊下がないんです。だからエレベーター降りるとすぐにもう大きなフロアがあるという、でそのエレベーターの上に蛍光灯が一つポツンとあって、その蛍光灯がエレベーターの床を照らしている、これが唯一の明かりなんですよ。でこの明かりを背後に彼は自分のパソコンで、まあ、私から発注されたデザインをずっと作ってたと。でデザインがようやくできてプリントアウトをしようと思ってプリントアウトを仕掛けると、人の気配がしたので何気にふっとエレベーターの方を見ると、さっきのそのエレベーターの明かりの下に女が一人立ってる。でそれがね、真っ白い長い髪の毛に真っ白い顔に真っ白いなんかドレスか服みたいなのを着てると。だから全身真っ白の女がポツンとエレベーターの前に立ってて、でもそれは白い髪の毛だからおばあさんかそうでもない若い女のようなんだけども、ただ目のとこだけが穴が開いてるにボコッと2つ穴が開いてるんですって。でそれがピシッと立ってるんじゃなくてだらんとこう横向きにこう立ってた。でえっと思って彼は目線を下に落として、何がいるんやあれは、あれ人間か人間か、人は入ってこれないけどなと、ふっともう一回見るともうその女はいなかった。怖っと思って、で僕のところに電話したんですよ。でこれから帰るんですけども、明日デザイン中山さんのところに持っていきますから明日いいですかっていう電話をその時僕にしたんですね。その時にジャ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 とすごい電波障害が起こってて、彼はなんかやばいとやっぱ思ってたらしいんですね。これ俺はやばいことになって、やっぱもう早く帰ろう早く帰ろうで電話を切った後、プリントアウトされたデザインをそのままそのいわゆるケースの中に入れて、でファイリングして、でカバンの中に入れて、さあ帰ろうと思ったらわさ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 っていう金ずれの音がして、ふっとその音の方を見るとさっきエレベーターの前に立ってた女がこっちへスーッとやってきてるんですって。それが歩くんじゃなくて平行移動してる、さーっとこっちに近づいてくるんだけど、その間にパーテーションとか机とかあるんです。それ全部ねスーッとそれを通り越してこっちやってくる。でうわ怖っと思って、もうまずそいつからもう背中を向けて怖っと思って、もう一回電話を取り出してリダイヤルを押したら僕のにかかったんですよ。でもう今からタクシー乗っていいですかって、もうそういうことだった。もう彼もこっから逃げたくて、で彼も一人住まいやからこのまま家帰ったから寝られんし、こんな怖いことあってたまるかいのがあって、今から行っていいですかって言って、でジャ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 とまた電波障害起こってて、で彼があっと言ったのはどういうことかというと、さーっと来た雰囲気が背後でピタッと止まったと。で止まったと同時にうっすらと背後からやってきたらエレベーターの上にある蛍光灯の光が何かに妨げられたんですよ。で明らかにこれ何か後ろにいると思って思わずふっと振り返ると、目の前に白いカーテンがあった。えなんでこんなとこにカーテンがあるのと思いながら、カーテン沿いにスーッと顔を上げて天井を見ると、天井近くに女の顔があって、真っ白い顔で、やっぱり目のとこがボコッと穴が開いていた。でそれを見た瞬間に彼はあっと言って携帯電話をポトンと落としたんです。でツー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 なった。
で彼があっと言った拍子にその怪しげなものはファッと消えた。で彼は言うわけですよ、あれは物体としてありました、物体としてあったから向こうにある明かりをその女かなんかわからないものがその光を遮断していた。でそれが消えた途端にまたその明かりがポーッと僕の照らし出しました。だからあれ物体としてありました。でも怖いんで早く帰ろうと思って事務所を出ようとするんですけども、最後に帰る人がロックをしなきゃいけないんですけど、ロックはかからないんです。中に人がいるよという表示があって警報が鳴ったんですって。それで警備員がやってきて、その警備員の人とそのまあいろいろと話をして、こういうことがありました、ああいうことがありましたって一緒にまた部屋を巡ったりしたので、時間がこんなに遅くなりましたというのが警部が言った怪しげなものを見たというお話です。うん、でもそれそこの事務所に常に出てるという話ではないんですね。彼はそれを初めて見たって言ってましたね。たださっき言ったようにそのあんまり居残ってその時間までいることはないので、はい、うん、だからひょっとしたら出てるのかわからないんですけども、まあ、彼は初めて居残って初めてそれを見たので、まあ、そこからはもう居残りませんって言ってましたけど、うん、だからひょっとしたらその事務所にはある時間帯になると出ていたのかもしれんけど、うん、誰もいなかったから会わなかっただけかもしれない。でもね、その事務所ってもう一回出てて、その前にね、あの北野さん以前あのあるホテルであの動画撮れたことあったじゃないですか、はい、女のハイ、ハイホテル、ね、ハイホテル、うちの若手芸人が行った、うん、そうそう、あれをその彼に見した、うん、あと事務所にそれが現れたらしいですよ、うん、ほう、うん、その窓の外にその女が顔の崩れた女がいて、うん、っていうことがあったらしいです。うーん、何か呼ぶのかも分かんないですね。でも僕らの常識では透けて見えるっていうのがある種の幽霊やけど、うん、電灯を遮る、照明を遮るっていうのは物質化してる、物質化してる、彼は物質でしたっていう、物質としてありました。でもそれがいわくその事務所で何があったのかは分からない、うんうん、分からない。おお、闇営業はあかんって言われそうだね。闇営業するなということやね。闇営業は闇を呼ぶって栄養、まあ、地みたいに言ってますけど自慢げに言ってる話じゃないけど YouTube を今ご覧の皆さんが、うん、はい、その中山先生がこうザザザって言ってる時にノイズが走ったって言ってるんですよ今。で僕今チラッと見たんですけどノイズ走ってたんですよ。これがガチで起きてますよ。あらあらあら、まあ、あらそうか。ということは心霊現象的に今なってるわけやね、うん、はい、とりあえずちょっとスタジオの温度上げてくれ、もっとすごい寒なってきたびっくりするぐらい寒なってるわさあそれでは続きましてはミッキーさんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。この夏の時期になりますと、まあ、もう決まって皆さん心霊スポットに行きたいっていう方がまあ多くおられまして、うん、はい、であのちょっとここの心霊スポットに行ってきますっていう報告だけ受けることが多いんですよ、うんうんうん、でなぜかっていうとやっぱこう一応行っても大丈夫ですよねっていう、うん、なんか何を期待されてるのか分かんないですけど、でも一応基本的に私はあの心霊スポットは遊びでは行かないでくださいということを、うん、まあ、皆さんにお伝えしてたんですね。でところが、まあ、ある一組の方が、これもちょっと場所は言えませんけれども関西の某山に、うん、あの霊を見に行くということで、まあ、4、5人の男性が行かれたんですよ、うん、で行って、まあ、そのうちの一人の男性が全くこういう霊現象を信じないんですね。で、まあ、絶対そんなあの危険もないし、でもしあるなら実験したいということで、まあ、その心霊スポットの山に行って、もう深夜もう真っ暗な時に、まあ用を足したりですね、うん、あるいは、まあ、ゴミを捨てたりで近くの木を削ったりってもう、まあ、結構やりたい放題して、でこれで自分に何か起こればそういうものがあると、うん、だからこれは一つの実験だということで、まあ、その一人だけがやってたんですけど、他の人は怖いからやめようやめようって言って止めてたそうなんですよ。でも、まあ、その人はやり続けてて、でももう真っ暗になってるんで、でライトがね携帯 の明かりしか持ってなくて、もう怖いからちょっと帰ろう帰ろうみたいなので、まあ、帰ったらしいですね。で山の入り口から入ってますから、入り口のところで一旦みんなまあ帰ってきて、怖かったなって話をしたら、そのいろいろ悪さしてた友達だけがいないんですって、うん、であれあいつ今どこ行ったん
って言ったら、いや後ろ一緒についてきてたのに、えどこどこっていう話になって、でおい丸々どこって言ってみんなで探し始めて、でまあ探すんですけども、ライトもあの携帯のライトだけですからそんなに遠くまで照らせなくて、おいおいって一応ちょっと山にもう一度戻って、でまあ引き上げてきたんですけど結局見つからなかったんですよ、うん、でこれ危ないなってことで、もしかしたら沢に落ちてるとかありますから警察にすぐ通報されたんですね、うん、で警察に通報して、あの友人が山で行方不明になりましたと、すぐ警察の方来てくださって、もうこんな時間に悪ふざけで山に入るなよとしきりに怒られた後、まあ警官の方たちがおーいってもうライトで照らしながら探してくださって、ずっと奥の方まで行くと、おーい丸々くんいいひんかって言ってたら、もうこっちこっちとかって友達の声がしてきて、であいるんかこっち こっちおいでライト見えるかとかって言ったら、まあ結局見つかったんですよ、うん、で見つかったその男性はめちゃくちゃ怒ってるんですって、もういい加減にこんな警察の人まで来てもらって、うん、俺をドッキリにこうやってかけるってどういうことみたいな、でいやいやドッキリにかけてないよと、お前が勝手にいいようになったんや、俺ら必死で探してたんやでって言ったら、どうもその行方不明になった男性に聞くと、なんかね森の中で一人置いていかれて突然ライトが消えて、うん、でおおどこどこって言ったら、こっちこっちって言って友達の声がする方についていったら、もう森の中に入っちゃって分からなくなって、うん、でおいみんなどこにいんのって言ったら、こっちやこっちって声がするから、またその声の方に行って行ったら誰もいない、でその繰り返しを今もう数時間してたと。でもクタクタで発見されて、まあ、帰られたんですよ。で帰ってまあまあもう何事もなく、まあ、あの無事帰れたんでよかったななんて話してたら、その友達がねそれ以来遊ばなくなったんですって、うん、電話しても、あちょっと今日やめとくわとか、ちょっと体調悪いからいいわ、でいやもしかしてあの山でのこと怒ってる、僕らドッキリしてへんのにあんた勘違いで怒ってんのちゃうということで、もう出てきて頼むし一回会って話しようということで、まあ懇願したところ、友達がじゃあ分かった、俺の部屋に来てくれと、俺は今もう外に出られるような状態じゃないねんという。でまあ友達みんなで会いに行ったら、うん、顔のところにすっごいこう かさぶたができてるんですって、うん、顔中に。でどうしたんって聞いたら、いやちょっと怪我したと。でなんで怪我したんって言ったら、やっぱりお化けっているかもしれんって突然言い出して、うん、でどういうことかっていうと、あの日警察の方に発見していただいて帰ってきて寝てると、その日の夜にね体になんかツタみたいなのが巻くんですって。で動けなくなって、うわっと思って目を開けたら森なんですって。で森の中で一人ツタに縛られた状態で寝てる、うん、でまあそんな夢を見て、で朝起きて、うわやっぱり森行ってたからそうなのかなと思って、ちょっと顔を洗おうと思ってあの洗面所行ったら、鏡見ると自分の顔にツタが絡まってるんですって。でそのそれ取りたくて、もう爪でガリガリやってるうちに、まあ、顔中実は怪我したと。でまあそんなことがあったんで、もしかすると森のたたりかもしれないというので、まあ家へ来てお経をあげてくださいと。で私がお会いした時ももう顔中本当に血だらけで、あのいろんな綿とか貼ってられましたけど、でまあ分かりましたって言ってお経をあげさせていただいて、で一応ねアレルギーの可能性もあるので、うん、全てが霊現象というわけではないので、確かにね、一度ちょっと病院行ってくださいと、うん、でまあお願いして、まあ、この話もそれ以来だ何も連絡なかったんですよ。で今日ここでね、私このお話していいですかっていうので皆さんにこう連絡取ったんですね、うん、そしたらあの後あいつ行きましたって言われて、うん、でいやあの方来られてませんよと、あそうなんですねみたいな、でえなんかあったんですかって言ったら、いや一回電話してくださいって言われて、いや実は茶屋町会談というちょっとあれで話していいですかって言ったら、じゃあもう全部喋ってくださいと、うん、でどういうことですかって言ったら、あの後病院行った後に皮膚を取られたらしいんですよね病院で、うん、でその後、まあ、回復してもまだ痒みだけが取れないので、もう一回見にあのお医者さんに行ったら、ちょっと皮膚の下に何かあると、うん、でなんか取らはったらしいんですよね皮をちょっと、髪の毛が出てきたんですって。で未だ顔の中に髪の毛が
入ってるんですって言って、そこまで言って終わってくださいって電話で言われたので最後まで話させていただきましたよということです。どういう状態なんやろうね。何なんでしょう ねだからでもそういう病名があるのはあるらしいんですよ、世界に数例。非常に珍しいってことですね。体の中で髪の毛ができるという。はあ、ただ一つ思うのは、その彼らが言ったその山ですよね、はい、山って結構山自体が御神体ってありますよね。そうです。まあその一番有名なのが奈良県の三輪山ですけども、はい、三輪山は山自体が御神体 で山の前に鳥居がありますから。そうです、そうです。あれは山を御神体として崇めているってことですから。あのだから、まあ、登山もできるようになってますけども、それは限られた時間と限られた季節だけで、入ってはいけないとこは入ってはいけない、そうですね、言われてるから、ひょっとしたら彼らも行ったとこも山自体が御神体かもしれませんね。そうなると、でこの御神体のお山って登ってはいけない期間があるんですよ。ありますよね。でそれを守らずに某高校が遠足で使ったんですよね。でその帰りにあの集団ヒステリーにかかって、うん、あのバスの中で男の子が、まあ、これニュースになってるから言っていいと思うんですけどね、あのバスの中にお化けがいるって言い出して、他の子もいるいるいるって言い出して、全員がねバスの中でパニックを起こすっていう、でその山なんですよ、うん、あだから御神体を荒らしたんでしょうね。そうですね。だから本当に山に行くとかっていう時は注意が必要ですよ ね。はい、わかりました、はい。さあそれでは続きまして村上ロックさんです。はい、はい、ちょっとこれあの割と最近聞いたお話なんですけれども、うん、本当にこの救いがないお話といいますか、最近久しぶりに連絡が来た僕の昔の、ね、男友達、はい、で彼とねお元気かなんて話してるうちに、まあ、ちょっと最近すごい話聞いたんだって言って彼が話し出したんですけど、この僕の友達っていうのが以前、まあ、とあるバーに一人で飲みに行ったそうなんです、うん、でカウンターに座ってこうお酒飲んでると、隣の席に座った50代ぐらいの男性で、この男性と気づいたらこう意気投合して話が盛り上がってきたと。でその流れの中でこの僕の友達もね割とこういう話好きなので、何かねそういった不思議な体験されたことありますかって聞いたら、この初対面の50代の男性が、え、あんたそういうの好きなの、いやあんたさ幽霊って本当に怖いか、いや俺そういう体験したことあるんだけど、うん、全然怖くないぞ、よくドラマなんかでなおどろおどろしく出てくるけど俺が見ても全然怖くなかったぞ、だって俺が見た幽霊ってゲラゲラ笑ってたぞって言いながらこの男性が話し出したんです。でこれこの50代ぐらいの男性が小学校 5,6 年の時なんですけど、当時この方の学校の、ね、担任だった教師っていうのが、まあ、男性の教師なんですけど、まあ、とにかく体罰がひどかったらしいんです、うん、もう断るごとにこの生徒たちを思いっきりビンタする。もちろんねその生徒に非がある場合もあるんですけど、そうじゃない、もう明らかにこの教師のその時の気分といいますか、もう八つ当たりのように殴られてたと。その当時ですからね、学校も週休2日じゃない、休みなんてのは日曜しかないですから、月曜から土曜日までの週6日間この男性毎日この先生からビンタされてたんですよ。でこれね家帰って両親に相談しようにも、まあ、その当時ですからもう先生に叱られるっていうのはもうあんたが悪いんだって逆に怒られてしまう。だから結局この男性誰に相談することもできず2年間ただひたすら耐えたんです。で小学校卒業した後、まあ、中学高校と進んで、その後大学進学に伴ってこの方地元を離れて、でまあ、その離れた土地でね就職もしたんですけど、社会人になってしばらくした頃に、まあ、仕事の都合でこの男性生まれ故郷に帰ったんですよ。で
この帰ったタイミングでこの男性まず何したかっていうと、うん、かつての担任教師のすぐ近所に家を借りるんです、うん、である日かつてのねこの担任教師の家を訪ねていくんです。でガラガラっと開けたらもう退職してね年老いたかつてのこの教師が出てくる。で先生お久しぶりですって言うんですけど向こうはポカーンとしてます。先生覚えてます？何々です。ほら小学校の時僕毎日先生に殴られてたじゃないですかって言った途端このかつての教師もねはっという顔をしてうーんって下をうつむく。そのうちこの教師のね奥さんも出てきましてどうしたんですかって言うからいや奥さん実はね僕昔先生に毎日殴られてたんですよって言ったらこの奥さんも申し訳なさそうにあそれはでね先生僕地元に帰ってきたタイミングでかつての同級生のとこ全部訪ねて僕がかつて先生に殴られてたっていう証言全部取ってきたんですよ、うん、これどうしましょうね出るとこ出ましょうかって言ったらこの教師もねいやそれはちょっとって言うんですあそうですかじゃあどうしますあその金銭的なね解決の方法もありますけどいやそれもちょっと困るんだとあそうですかじゃあこれ一体どうしましょうねあそうだじゃあ先生こうしましょうって言ってその場でこの男性目の前の年老いたかつての教師をバチンとビンタするんですで横にいる奥さんもギャーって悲鳴上げる先生僕ね以前小学生の時月曜から土曜まで6日間毎日先生に殴られましたよねだから僕もこれから毎日週に6日間ここに来てこうやって先生を殴りますって言ってこの男性本当にそれを毎日実行するんですでこの狂った日々がもう数ヶ月続いた頃このかつての担任教師も変化が出てくるんです、うん、バチンと殴られた直後ニコッと笑ってありがとうございましたっていうようになってきたんです、うん、でその様がものすごくおかしかったっていうでそれでもね懲りずにこの男性毎日続けて通うんですけどついにある日いつものように訪ねてってガラガラと先生って呼ぶんですけどその日に限って返事がないんですあれ先生来ましたよって家の奥覗いたら家の奥でこのかつての担任とその奥さん2人並んで首くくってたんですでこの男性もちろん第一発見者で通報するんですけど警察が到着するまでのその間この男性そのご遺体を見ながらゲラゲラ笑ってたって言うんです、うん、でなそれからなんだこれさどういうきっかけタイミングなのか分かんないんだけど俺未だになんだけどな家で寝てるだろとなある時ふっと目覚めるんだそしたらな天井からあの教師がさあの時の格好のままぶら下がってんだよなでも俺それ見て別に怖いとも思わないんだとなぶら下がってるその教師が突然目グッと開いて俺を見るんだよで見ながらゲラッゲラ笑うんだけどさその声俺の声なんだよなこの男性が一体何をどう見ているのかもわからないですし、うん、正直この話を聞いて一体何が怖いのか怖いって一体どういうことなのかってちょっと僕も答えが出なかったんですよね。おすごい話やね。ロック君あの初めて参加するんだからもうちょっと普通の会談してほしかったけどっていうぐらい気持ち悪い話やね。ねえほんまに本当にちょっとね嫌な気持ちになるお話だと。いやほんまにちょっとあの最初に言った救いがないね、はい、自分の声がそれも不可解なんですよね。どういうことなのか。でも本人は怖くないと怖くないって言ってるらしいんですけど、なかなかちょっとなんか壊れた話ですよね。そうですね。怪談話というより壊れた話。サイコパスを感じます。サイコパスですね。やっぱりジャンル的にはそのジャンルですね。はい、わかりました。さあ続きましては桜井館長です。はい、ちょっと自分はですね、取材あるある話をさせていただこうと思うんですけど、
よくですねこういう怪談のコンテンツをやってるとそのタクシーの、ね、運転手さんに怖い話を聞きました、うん、みたいな話が出てくるんですけど、うん、本当にそんなことってタクシーの運転手さんと会話するんですかって聞かれるんですけど、うんうんはいはい、僕はそれ仕事でやってた時期がありましてまあまあ中山さんも今日そうですね中山さんも今日2話ほどゲットされてましたけど、はい、20年以上前ですかねあの某出版社でアルバイトをしてまして男性情報誌の編集部だったんですけど、うん、たまたまその連載を持たれていた女優さんがご病気で原稿が上げられなくてですね、うん、急遽2ページ空いてしまったとで夏の時期なんでなんか怖いのやりたいんだけど急遽その記事書けるやついないかなって言ったらああそういえばどっかの編集部に真っ黒い服着た桜井っていうのがいるから、うん、あいつに頼むとなんかお化けのこと詳しいからネタ上がってくると思うよっていうんで僕にお呼びがかかってですねちょっと急遽どっか近場で取材行ってきてくれないかって言われて、うん、僕が考えたのはあ足があって夜中でも取材ができて許可がいらないとこあ青山墓地がありますと、うんでまあね、お化けが出るというのは心霊の噂で有名ですしであそこはですね青山市が決めたタクシーの休憩場所なんで24時間必ずあの近辺にタクシーが止まってるんですねだからその何時に行っても足が拾えて編集部に戻ってこれるし最悪墓地の中をちょっと回ってくる取材をすれば絵的にもまあかっこいいとこが撮れるだろうとただその日組まされたカメラマンさんっていう人は別にお化けが好きなわけでもなく普段はアイドルさんとか女優さんとか綺麗な方を撮られてる方なのに急遽誰もいないのでお前行ってこいって言われた方なんでその人あんまり乗り気じゃなかったんですでもそのカメラマンさんとまあ夜11時過ぎぐらいですかね編集部を出て青山墓地に行ってでぐるっと回って何を撮るのって言うからあのちょ多分この先にちょっと荒れた墓地とかがあるんでそういうところが絵的にいいと思うんでって言っていろいろと案内するんですけどまあ風景写真しか撮れないわけですよね、うん、そんなに簡単に心霊現象って起こらないですね、それは撮れませんね、はい、でそれをやってるうちにカメラマンさんがじれてきてあのさ坂井君これ付き合うのはいいんだけど朝までこれやってんの何もなかったらこれ朝までやんのって言うからああじゃあちょっとなんか絵になるもの探してくるんで待っててくださいってやってこう探しに行くんですけど、うん、なかなかこう絵になるというかお話の種になるようなものがなくてですねで僕がすいませんちょっと何もないんですよねって言おうと思って戻ってきたらカメラマンさんがあるお墓の前に座って何かやってるんですよでどうしたんですかってこうやって後ろから見たらあるお墓に備えられてた果物とかお茶の缶とか缶、まあ、缶ジュースですね当時だから、うん、それをこう下にバラバラっとばらまいてそれを写真に撮ってるんですよ、うん、えって言ったらいやだってさこのまま何もなしで帰れないでしょで朝までいるわけにもいかないでしょだったらあるお墓の前で供物が全部ばらまかれててこれは霊の仕業かもって写真の一枚も撮らないと記事埋まんないじゃん2ページって言われていやそれはそうなんですけどそうなんですけどそれはちょっとって言おうと思ったら当時ですねあの流行り始めた頃の今はかなりそのプリクラって性能が良くて目が大きくできたり顔色変えたりできるんですけどその時はまだ出始めのこんな細長い小さいのがずらーっと横長のシートに並んでる画質もそんなに良くないプリクラがビニール袋に入れて置いてあったんですよそれをカメラマンさんが撮ってバチッと破いてバラバラっとばらまいたんですよであっと思って見たら多分そのお墓の方だと思うんですけど年の頃が20ちょいぐらいのまあ、ショートカットの女の子のさっぱりとした顔の女の子のプリクラが笑ってるプリクラがバーッと映ってたんで多分そのお墓に眠られてる方なんだろうなと思ったんですけどそれをカメラマンがバシバシバシと撮ってあもうこれでいいよとあこれでなんとか絵になるよ記事もライターが書くから大丈夫だよ帰ろう帰ろうって言って歩き出しちゃったんですよ、うん、でさすがにちょっと僕は後味が良くなかったので一応全部ばらまいたものを元に戻してで袋も破けちゃったんですけどプリクラも元に戻して最後あこんな若くてなくなっちゃったのかと思って戻したらもう通りに出てカメラマンがタクシー拾ってるんですね、うん、桜君タクシー捕まったから早く帰ろう帰ろう帰ろうって言われてはいって言ってとりあえず走って荷物持って乗ろうと思ったら彼はカメラマンなんでカメラバッグっていう大きなバッグを持ってるんです機材入れをバッグ持っててで要は後部座席に座った時にカメラマンさん端僕が端真ん中に機材バッグっていう感じの配置で2人こう乗ったんですねでもう僕が何ああまあでもあこんなことでいいのかなって僕が思ってる間にもカメラマンさんがどこどこの何々町のどこどこのなんとか編集部ってとこって言ってで運転手さんもはいって言って走り始めたんですよで走り始めるんですけど
カメラマンさんがねこうなんかっていう感じでこう浮かない顔してるんですね。でまあでも、まあ、仕事は終わったんだしな、もうこの人とあんまり乗り気じゃないからこれ以上会話して揉めてもなと思って僕も黙ってたんですけど、で、まあ、お互いそっぽを向くような感じで乗ってたら今度ね運転手さんがずっと後ろをチラ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 見るんですよ。でこっち気にしてる風なんで何かありますかって僕が聞いたら、あのね先週ちょっと私ね酔っ払ったチンピラみたいの乗せちゃって殴られちゃったのよね。で別にお客さんたちにって言うんじゃないだけど2週続けてちょっとトラブルは困るんだよって言ってるんですよ、うん、で僕もカメラマンさんも何も会話してないし揉めてもいないんだけど、はあって言ったらその真ん中で睨んでる女の子どうしたのって言われて、でカメラマンさんも僕もすいません止めてくださいって言ってでその後編集部に帰らず24時間やってるカメラマンさんが知ってる酒場に行って朝まで時間潰したんですけど、ばらまいたのがまずかったのかなってカメラマンさんはずっと言ってました。いやそらそやろばらまいたのやばかったのかなってやばいやろ、まあ、そんなね取材の話がいやいやもうそれはもう完全に墓荒らしてることですからね、うん、そうですね、うん、それはもう完全にバチが、はい、と思います、はい、それはでも普通はそうやと戻らんかってんな、うん、そうですね、青山墓地に、はい、うん、ただその後そのドライバーさんが事故ったとかって話は聞いてないので、うん、もしかしたらある程度のところまでしか出れないのかもしれないですね。ああ、うん、そうか、なかなかちょっとでもそれは取材的にはバチ当たりでしたバチ当たりでした、ね、はい、ということでございます。それでは最後にちょっと、まあ皆さん宣伝をしていきたいと思います。まずは村上ロックさんから、はい、はい、私まず冒頭でも言いましたけれども、最近始めました、YouTube チャンネル村上ロックのロックオンエア怪談話のお時間ですという、YouTube を始めましたんで、皆さんぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、高評価もよろしくお願いします。高評価もよろしくお願いします、はい、そして桜井館長、はい、はい、私の方も YouTube で怪談図書館という動画を上げております。怪談や心霊写真を解説しておりますのでよろしければご覧ください。はい、そして、松原たねし君は、はい、知る旅が出てますけどね。知る旅という本も発売中なのでよろしくお願いしますというのと、毎週日曜日25時10分から、松原たねしの興味津々 MBS ラジオで絶賛、放送中でございますね。今回は今藤林さんとのやつが上がっておりまして、はい、まあ、知る旅について語ってるということでございますけど、はい、あれも聞いていただくとひょっとしたら変な声がどっかで入ってるかもしれませんいやそれ見つけてほしいです、はいはい、そして三木住職は、はいはい、そちらのね、はい、はい、すいません、怪談和尚という漫画と、文庫が、京都怪奇譚という4冊目なんですけども、ちょっと兄貴住職にちょっと一つだけそれちょっとケチつけさせてもらって、はい、ちょっと本出してもらって、はい、大島てる絶賛っていうのはあんまり売りになってると思わないですけどねなんで大島てる絶賛になってるんですか。分かるけどてるさん漫画好きなんで、はい、もう大島てる絶賛の帯が悪くてしまったちょっと大島てるさんは怪談師ではないですけど、ね、そうですね、はい、はいはい、そして最後中山さんは、はい、はい、再び怪談狩り黒いバスという新刊今日発売されました。よろしくお願いしますということでございまして、ちょっとまあ時間的にはまあかなり時間まで来ましたけども、うん、本当に最後までお付き合いくださってありがとうございました。本当にまた、今年はもう今のところも台本にも書いてますが、寒い季節にお会いしましょうということで2021年冬12月クリスマスイブ近くにやる予定でございますので、はい、よろしくお願いしたいと思います。はい、ということでございまして皆さんどうも今日は最後までありがとうございました。ありがとうございました。そしてご覧になった皆さんも本当にありがとうございました。ありがとうございました。